三つ目は、小電車文庫から書き下ろしで刊行されている、佐伯康秀の時代小説シリーズ。主人公の前に、次々に立ちふさがる資格との勝負と、同時に描かれる下町の人々との人情味あふれる、交流が交代賞を成し、2011年12月までに、刊行された、本編、全26巻を数える人気シリーズである。 シリーズ第一作、三つ目玄山関月霞りは、2008年に、テレビ、東京金曜時代劇枠で、三つ目関月霞りとして、ドラマ化された。第一巻は、文後相良藩の蔵書から消えた、キリシタンボンを奪還するため、藩主の三つ目を受けて脱藩した、金杉総三郎の活躍を描く。第二,二巻以降は、八代将軍。 徳川吉宗を激しく憎む終わり徳川家の陰謀と、四角に立ち向かう、曹三郎と、剣の道に邁進する息子、聖之助の姿を描く。三名剣山。寒月霞斬り三名玄月三十二人斬り、三名残月無双斬り四角三名、残月剣美頭三名、紅蓮剣強人三名、一騎一殺偉人三名。 下与縁返し平縁密命、終わりや牛剣極意密命、五庭番残殺遺恨密命、影の剣残務密命、熊の秘宝剣乱雲密命、傀来剣合わせ鏡追善密命、死のまえんぼう密命、地の絆、2006年4月20日、ISBN。4から396から33284、X 部刀密命、 フ田ダカウロミツメ、アスカヤマクロシロ初心ミツメ、闇ミサンロウイハツミツメ、カガノヘインイジミツメ、グソクムシャノカイセンコクミツメ、セッチューミツメ、ミチノズマ再生ミツメ、恐れレザンジフブキキューテキミツメ、ケッセンゼンハミツメ、潰し合いのカセンドウハシャミツメ、ジョーランケ王子合いせつミツメ、終わりの一等。ありがとうございます。